クジャクの羽は実に美しいものですね。まあ一枚の羽だけでも見事ですが、全体の、まあ、色調といいますか、クジャクの冠から体の瑠璃色っていうんでしょうかね、ブルーの体、それにあの豪華な羽ということですね。もちろん言うまでもなく、あの美しい尾羽を持っているのはクジャクのオスだけでありまして、メスは、まあ、見栄えが悪いってほどでもないんですが、何の特徴もないような鳥ですね。読者 の方もですね、クジャクと言いますとオスをすぐ思い出すと思います。メスを思い出すのはなかなか大変なんですね。これはあのクジャクばかりじゃなくて、動物界は全部そうで、オシドリでもあの綺麗な国際式のオシドリはもちろんオスでありますし、まあ、縦髪を持っているのもライオンのオスであります。オスは常に立派で、美しいわけであります。なんで、オスが美しいのかと、ここに生物の秘密、オスとメスの、まあ、役割が現れているわけですね。まあ、人間でも基本的には全く同じなんですが、まあ、あの動物は結婚、まあ、動物といいましてもこの有性生殖をする動物というのは、常にオスが結婚を申し込みまして、メスはそれを同意するかどうかと、そういうステップを踏むわけですね。でこれについて最近では、あの男女同権じゃないから、あの女性でも結婚申し込んでいいんじゃないか、いや実はそれでいいんですけど、これは実は同権というのは逆で、あのオスの方はどっちかって言ったらめったやたらとですね、メスと見ればすぐ求婚するんですよ。でメスはですね、簡単には OK しないんですね。動物でもですね、腕力の強い方はオスなんですけども、オスはメスに求愛するだけなんですよ。決してそのメスを強引にってことはないんですね。決定権は常にメスにあります。オスがいくら頑張ってもですね、メスが OK してくれなければ、すごすごと引き下がるんですよ。どんなに力の強いオスでも、必ずそうします。なかなかオスっていうのも偉いところもあるんですよね。まあ、人間 の男はちょっとですね、性欲に欠陥がありまして、これは頭脳の欠陥なんですが、ちょっと違う行動も見られるんですけども、まあ、一般的にはそうじゃないんですね。特殊な人はそうだということは言えるんですけども、そこでですね、オスはメスに OK してもらうために最大限の努力をするわけですよ。まあ、昆虫なんかではですね、よくあの豪華なプレゼントをですね、用意して、それをメスのところに持って行って、メスが気に入れば結婚すると、もしくはメスがそれに気を取られているうちにセックスすると、まあ、こういう昆虫って多いんですね。まあ、中にはずるいやつがいてですね、メスがプレゼントに、気を取られているうちにセックスしてしまって、そのまたメスからプレゼントを取り上げて別のメスに持っていくっていうですね、ずるいやつもいて、まあ、これは男にもちょっと、人間の男にもなんかあいつだなっていう感じがしないでもないんですけども、そこでクジャクのオスの尾羽がどうしてあんなに見事かっていうとですね、これはあのメスが、尾羽が見事なオスでないと OK しないからなんですよ。つまりオスの体とかですね、性格っていうのはですね、メスが決定するんです。だからメスの方に本当は決定権があるんですね。だいたい上司みたいなもんなんですよ。要するに仕事をするのは部下で、これどうですかって書類持っていくと OK って反抗してくれるのが上司と、まあ、こういう関係なんですよね、実は。で見かけとちょっと違うわけです。オスは行動派ですね。何しろ行動する。メスはですね、コントロール派なんですね。ですからコントロールする方はですね、別段自分を着飾る必要ないんですよ。利益だけ取ればいいんですから。でオスが来たら嫌って言えばいいんですよ。それで、いいオスが来たらいいわと言えばいいんです。そうしてるうちにですね、オスはあの体がきれいになったりですね、餌を探してくるのがうまかったり、自分の巣を守ってくれたりしますからね。だから2つだけでいいんですよ。嫌とか好きとか2つだけ言えばいいんですね。オスはもう山ほど理屈を言わなきゃいけないんですよ。だけどもメスは2言でいいっていうことですね。まあ、この原則はですね、人間にも当てはまっておりまして、女が男を作っていくわけですね。男の筋肉が、男性の男の筋肉が発達しているのは、これ男がそういう風になったんじゃないんですよ。女性がですね、あなた戦争行きなさいと、あなた耕しなさいとこう言うから、男は入ってやってるうちに筋肉が強くなったっていう、そういうことですからね。あなた頑張ってねと女性に言われますと、すぐ男性は勇敢になったり突撃して死んだりします。これが、実際人類が生まれて、現代人類ホモサピエンス、4万年ですけども、その前から550万年前から続いてきた。その中で戦争を主にしてきたのはこの1000年というわけですね。
ところが、まあ、1000年間そういう関係でやってきたんですが、現代の男性に兵役がなくなって、戦争もなくなって、しかも田畑で腕力を使うこともなくなった。一気に全部なくしちゃったんですよね。そこで男はブラブラし始めたので、それを見た女性がですね、現代では台所の仕事をしなさい、子供を見なさいと言っているわけですね。まあ、これをよく考えますとですね、戦争がなくなった時点で女性としては多分2つの道があったんでしょうね。1つが自分が男性になるというクジャクの羽を自分がつけるということですね。だからもう一つは、まあ、女性のまま男性のコントロールの方式を変える。今まで戦争に行ってた男をですね、働かせるとかお金を貢がせるとか、まあ、そういうのがあったわけですね。だけども女性もちょっと慌てたんですね。戦争が終わって辺りを見渡すと、まあ、とにかく焼け野原、それから戦争はなくなって、もう女性もこれからどうするかと迷っちゃったわけですね。準備もしてなかった。でうっかり1000年間考えてみると、戦争してたうちに男性をコントロールしたつもりだったんですけど、ちょっとミスがあって、あまりに女性の地位が低くなってたなとも感じたわけですね。それからその時ちょうど欧米からですね、どうも女性は男性になるのがいい、つまり男女同権、男女機会均等ですか、今の言葉で言う、そういうことをいいと言ってきたわけです。まあそこをよく考えたらよかったんですが、考えずにですね、一番、つまり自分が男性になるっていう道をまあ選択したわけですね。まあ、これがまあ戦後のまあウーマンリーブは、私ね、女性解放運動とか、その解放っていうの間違ってると思いますよ。女性はもともと解放されてるんですから。だけど、まあ悪くはなかったんですよね。悪くはなかったんですが、だけど苦しみましたね、女性が。それはどうしてかっていうと、もちろん、男になるって言ってもすぐ羽は生えてきません。まあ、この場合の羽っていうのは筋肉とか、それから対人関係なんかで、男性っていうのはパサッとさばけてるんです。特に男性的な男性っていうのはですね、あまり人間関係でこじれることっていうのはあまり経験しません。まあ、そういうこととか、それから母親の体内にいるときにテストステロンを浴びますからね、いろんなその、勇気とかそういうのをもらうわけであります。それがないわけですから、それはもうその代わりに女性としての特性を持ってるわけですね。これはどっちが優れてるとか、それつまらない話じゃないわけですね。で、もう一つ難しいのは、男性の筋肉とかクジャクの羽っていうのはですね、女性とかメスが求めたからできたんであって、自分で作ろうと思ったわけじゃないんですね。だから今度今女性がですね、男性になろうとしてるわけですが、これは自らの意思なんですよね。だけどもしかしたらこれからの男性がですね、女性に働いてもらおうと思って、男性が女性をコントロールして、それで女性に子供を産ませ、自分はブラブラして、お金だけもらうっていう男性になるかもしれませんね。それは分かりませんが、私はですね、我々こう前進的っていうか、まあ、積極的な性格なんで、女性が羽をつけてみるとどうなるかなと思って、まあ、観察はしておりますし、いいんじゃないかなって気もしますね。まあ、人類の歴史から言っても動物界でもほとんど珍しいわけですから、ないじゃないですよ、ないじゃないですけども、まあ、レアケースですね。でそれはその非常に難しいのは、ものすごく長い、なんていうか歴史的にですね、まあ、例えば男性に筋肉がある、オスにはクジャクのオスには尾羽があるというようにですね、まあ、そういうのが全部あるわけです。それは、まあ、お母さんの体内でテストステロンを浴びることによってどうなるということも全部含めてるんですね。ですから、まあ、女性が男性になる場合、私はね、女性が男性になるという表現自体もちょっと引っかかるんですよ。だけども今の女性男女雇用均等法っていうのを見ますとね、これは女性が男性になるって言ってるんですよね。だからこれ男女雇用均等法っていうのがそういうことを目指してるのかなと思ったりも、ちょっと誤解があるかもしれませんが、まあ、そんな感じなんですね。でこれはまあ画期的なことだから、まあ、やってみられるのもいいかなと思うんですけども、まあ、失敗に終わった場合ですね、非常に多くの女性が犠牲になるかもしれないなというふうにもちょっと心配をしております。この際ですね、まず一つ、ここのブログで、今日の記事で私が言いたいのはですね、実は今女性がやろうとしている試みは、人間としても生物としても非常に珍しいというか初めてのことなので相当大変だということと、それから本当にですね、女性の希望というもの、もしくは女性が子供を産むということ、まあ、そういうことを全部含めたときに、男性をコントロールするというそういう役割からですね、自ら男性を演じるという方がいいのかどうか、それが目標になりうるかどうか、それをですね、まあ、どっかでは議論が必要かなと
まあ、そんな風に思うわけです。